皆さんこんにちは、みよこです。春になって私も中学2年生になりました。ニコモとしても2年目になり、客の幅も広がってきています。そんな中、最近すごく垢抜けたと言ってもらえる機会が多く、とっても嬉しいです。垢抜けた方法のうちの一つの髪の毛を今日は中心に紹介していきたいと思います。私がニコラオーディションを受けたのが小学6年生の時で、その時の写真がこちらです。今とやっぱり違うのは前髪ですよね。ニコラのオーディションの時でも前髪がある子が本当に多くて、受かるかどうか最後までずっと不安でした。前髪は一度3年生の時に切って以来ずっと伸ばしていて、学校でも家でもずっとオールバックにひっつめてポニーテールをしていました。やっぱり顔に髪がかからないので楽だったので、ずっとその髪型をしていました。ニコモになってすぐにヘアカット企画があり、その企画の時に前髪を切りました。やっぱり前髪がある方がバリエーションがすごく増えるのと、小顔に見えるかなと思い、私は切ることに決めました。実は切るまではずっと不安でどうしようか迷っていたんですけど、失敗だったらもう伸ばしちゃえばいいかなとか、バリエーションが増えるかなと思って切ることに決めました。切ってみた時は思ったよりも結構馴染んで、結構お気に入りになりました。で、読者の子たちとかヘアメイクさんの方とか編集部の皆さんにも結構似合ってるって褒めてもらえて、すごく嬉しいです。前髪を切ってからやっぱり髪ってすごく大事だなって感じたので、最近は切ったばっかの時は薄めで長めの前髪だったんですけど、ずっと重めのパッツン前髪に憧れていて、韓国でそれの髪型が流行りだしたので少し切ってみることにしました。なので現在は切った時よりも少し重めになっています。学校の時も毛先を軽く巻くだけにしています。髪はすごく大切なんだなと気づいてから、ヘアケアに力を入れるようになりました。もともとビオリスさんのシャンプーとリンスを使っていたのですが、シャンプーの次に週に2回フィーノさんのトリートメントを使うようになりました。これを使うだけでなく、このアプペさんの粗めのコームを一緒に使って、より浸透させてサラサラになるように心がけました。あとお風呂に出てからは毎日このエイトザタラスさんのしっとりのヘアオイルを使うようになったりとか、お風呂に入る前や起きてからすぐにウェットブラシで髪を溶かすように心がけました。やっぱり夜のうちにヘアケアをしっかりしておくことによって、朝のヘアケアがすごく楽になるので、ヘアケアを中心に力を入れるようになりました。このフィーノのトリートメントはニコラの雑誌を読んでた時に知って、それで気になって買ってみたんですけど、本当に私は香りがすごく好みで、本当に毎日使いたいぐらいなんですけど、やっぱり毎日使ってしまうのは逆に髪が荒れる原因になってしまうので、週に2、3回に抑えています。で、このヘアオイルは香りがすごくこれも好きなんですけど、もう一つのヘアオイルと買うのを迷っていたんですけど、こっちの方はサラサラタイプとしっとりタイプの2つがあって、私はしっとりタイプが欲しかったのでこっちのヘアオイルに使い決めました。なぜしっとりタイプなのかというと、私は乾燥をしやすいので、それをしっかり直すためにしっとりタイプにしました。ドライヤーはしっかりタオルで水気を切ってから乾かすようにしていて、昔はこの内側から乾かしていたんですけど、それが髪が広がる原因だったので、外側から乾かすようにして広がるのを抑えたりとか、あとは乾かし終わって最後に冷風を全体に乾かしてキューティクルを整えるようにしました。私が主に使っているブラシがこの3つのブラシで、お風呂に出て濡れた髪でこういうブラシで乾かしてしまうのはキューティクルが剥がれる原因だと知ったので、こういう感じの粗めのコームで軽く溶かすようにしています。で、朝起きてからすぐはすごく私は絡まりやすいので、ブラシできちんと絡まりを溶かして髪のほこりを取ったりなどしています。このブラシは前髪を溶かす時に使っていて、目の細かいブラシの方がしっかり前髪が綺麗に整うかなと思って使い分けています。朝のセットはヘアオイルとかは使わずに、普通にそのまま髪を溶かしてポニーテールにしているんですけど、私はアホ毛ゼロを目指していて、このセザンヌさんのクリアマスカラをアホ毛止めに使っているんですけど、普通の前髪止めるやつとかって結構高いじゃないですか。
で、それでこのセザンヌさんのクリアマスカラがインスタで結構流行っているのを知って、私はこっちにしました。やっぱり値段が半分ぐらいに抑えられるので結構たくさん塗れるし心もいいかなと思って使っています。学校にアイロンを使っていくのは少しダメなんですけど、私は前髪が長めなので毛先だけ軽く巻くようにしています。で、後ろの髪は夜にケアをしているのでそのまま結ぶだけです。アイロンの温度は前髪は120度とかの一番低い温度にしていて、やっぱり前髪がボサボサなのは結構目に留まりやすいので、なるべく前髪は綺麗にできるようにしています。やっぱり髪の毛などその細かいところを褒められるのはちょっとテンションが上がりますよね。髪に自信がついてくると他のことにもやる気が湧いてきて、私はメイクの練習をしたりとかファッションに力を入れるようになりました。ファッションはもともとシンプルなカジュアルが好きだったんですけど、この私が好きなストレートの前髪に合うようなストリート系のファッションにたどり着きました。私は巻くのが本当に苦手なのでストレートにしか髪をしないんですけど、それにも似合うようなコーデやヘアアレンジとかアクセサリーを極めることができました。メイクの練習も毎日していて、私はコスメを集めるのが本当に大好きなので本当に使わないんじゃないかっていうぐらいのコスメを集めたくなってしまうんですけど、ストリートのファッションにはブラウン系やシンプルなメイクが合うかなと思っているので、私はそのコスメを中心に集めるようにしています。練習は YouTube を見たりとかしているんですけど、やっぱり同じコスメを買うことって難しいと思うので、私は自分なりに何回も何回も試して研究をしたりだとか、あとはそのアイシャドウを買った時とかに裏とかについているやり方を参考にしています。ストリート系のファッション以外にも様々なファッションを着ることが多いので、どんなファッションでも着こなせるように私は最近筋トレを始めています。で、夏場にはミニ丈の服を着ることが多いので、最近は腹筋が割りたくて腹筋を毎日するようにしています。私は本当に腹筋が割りたくて綺麗な11時腹筋が欲しいので、腹筋の筋トレを中心にやっているんですけど、足もやっぱり出したいので足のマッサージや筋トレもしています。私はソーラン節の音楽に乗った足パコの YouTube 動画を見て毎日筋トレをしています。今回は私が垢抜けるために頑張ったこと、今も継続中のことなどを紹介しました。私もまだまだ研究中なので、ニコ読のみんなと一緒に可愛くなっていきたいです。頑張るぞ。最後まで見てくださり本当にありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもたくさん待ってます。バイバイ。